どうも、そっかちがの久保です。いや、不可解すぎますね。なんかね、昨日の放送、ライブ放送ですけども、60代からの人生のために、50代から何を学ぶのか、ということでね、50代で学び直して、60代、70代、80代でも通用するようにしておきましょう。その一部には、やっぱりインターネットの力をつけておくこと、話すこと、書くこと、 この辺で人生の後半は収益を得たり趣味を生かしたりってことができるんですよみたいなことはねお話ししていたんですがなぜかこのテーマで話していたライブ放送がこのような制限を食らってしまいましたなんということでしょうかなんかその闇深いものを感じますね NG ワードがあったとは思えないんですけどもこういうことになるとはもうね 50代からの学びについて話すことも許されないのかと思うと、なんか末恐ろしいものを感じますね。まあ、ということで、1週間5月19日まではサブチャンネルで放送をお届けしますので、よろしくお願いします。それでは。